ロードワーク今日何回目だろうな。ロードワーク何回目だ今日。奥さんはどつ？はい、イエローファートさん巻物をプレゼントしました。27回目か。イエローファートさん巻物をプレゼントしました。イエローファートさん巻物をプレゼントしました。27回目。窓監督さん、花火の数だけダッシュ、ロードワーク27回目 5km 走ってる間にもらった花火の数だけダッシュします。金魚姫さんはどつ？はい、はどつ。金ちゃんいらっしゃい。エクスパンドさん、俺は死んでないから、和骨。あ、いや、エクスパンドいらっしゃい。よっしゃ。走るぞ。準備はいいか。走るぞ。エクスパンドさん死んでない。痩せ洗脳食らった。エクスパンドさん痩せ洗脳食らった。エクスパンドさん俺死んでない。エクスパンドさん俺痩せ洗脳食らった。エクスパンドさん俺死んでないから。エクスパンドさん痩せ。エクスパンドさん痩せ洗脳食らった。金魚姫さん、わお、10倍敗者行くからロブります。エクスパンドさん俺死んでない。エクスパンド3一気痩せあるから、じゃあ行くぞ。エクスパンド3一気痩せ食らった。エクスパンド3あるから。
エクスパンドさん、谷垣もやばい噂あるな。谷垣って誰？天気いいな。ちょっと寒いな。鳥がすごいね。エクスパンドさん、政治家政治家、そういうのあるんだな。今日15日だっけ。エクスパンドさん、チュートリアルの福ちゃんも一時ああいうのは。今日15日10分から走ろう。10分スタート。エクスパンドさん、田代まさしとか。田代まさし、10分からで。エクスパンドさん、後藤真希とかも毛があるな。あと一分。さあ、何分だるかな。みんな応援よろしくね。じゃあ行くよ。5、4、3、2、1。
データを調べている人が綺麗にいることを俺には入ってくるわけだから、芸能界側に助けないと。俺らよりデータが低い面があるからだ。やべえ、信号止まった。やばい、捕まり。よくないね。捕まったよ。エクスパントさん、俺らよりキャッチしたデータが人の後か人の後か、必ず人の後ばかり通ることが分かる理解力で、理解者で、ふわとたけるのみことさん巻物をプレゼントしました。本部、ラグひどい。ひどいね、ふわとたける。
ばい。なんだろう今日。体が重い。やば。話題変えて。エクスパンドさん株内思考気をつけた。エクスパンド。変な話やめて。モチベーション上がる話して。
調子が悪い時の練習はいい時と比べずに劣勢の時の練習だと考えて、その中でベストを尽くすメンタルトレーニングと思うべし。やばい。スパンド3株内の思考を気をつけて走れ、歌。ハーフ、エクスパンド3積乱雲を見てみようはど、本318分経過。
しました。もう39分経過。エクスパンド3トレーバーだから、もう3いいね。20個プレゼントしました。もう3バーガーを2個プレゼントしました。エクスパンド3水蒸気を感じてみよう窓。もう3ハートを2個プレゼントしました。ビースケさん花火をプレゼントしました。ふわとたけるのみことさん巻物を3冊プレゼントしました。本さん30分経過。30分
3、24分経過。エクスパンド3起きてはいけない。現象を消滅させよう。エクスパンド3消滅させよう。成功に導いていこう。こいつは再三タイプだから大丈夫だよ。俺こいつの言葉わかるから。悪いやつじゃないよ。ちゃんと読んでみるとわかるよ。ちゃんと読むとわかる。天才なだけだから。エクスパンドさん批判するのは文化だ。お前は韓国人。韓国人エクスパンドさん。お前は韓国人。お前は韓国人。お前エクスパンドモチベーション上げて、ポジティブちょうだい。
間29分経過。はい、エクスパント3味方がね、41分55秒41分じゃない、31分55秒今日は苦しかった、なんか体調悪かった。今日のタイムキーパーはボンです。ありがとうございます、いつもありがとう。花火をくれたのはミスケさん、一発ありがとうございます。ボンいつもありがとう、お疲れ様、ありがとうね。ミスケもありがとう。今日はすこぶる体調悪い、ひどい。エクスパントさん、都市計画の発信で街路樹を生やしてるか。ダッシュ1本行きましょう。ありがとうね、エクスパント。エクスパントさん、ビルの建設。いや、いやきつかったね。これ変な話なんだけどね、これマジでコメント、応援コメント多い時早いんだよ。で、応援コメント少ない時ね、体調悪いんだよね。何なんだろう。あ、そうかそうか、いいよいいよいいよ、全然いいよ。さすがにそれ気づいたから俺も。なんか頭の中がもう苦しいとか辛いとか痛いとかばっかりなんだよね。でも積乱雲をイメージしたから。法則性を見つけて構わない、構わない、窓は新館の向こう側をイメージしながら、構わないよ、窓は水蒸気を感じながら積乱雲を追いかけてたよ、最後は。新館の奥を見つめながら水蒸気を中を積乱雲に向かって走るイメージだったね。
エクスパンドのね、メルヘン X のコメントのね、イメージで走るとね、紛れるんだよね、辛いのが。体調悪いな。やっぱね、朝飯は食ったらダメだな。試合、今日そば食ったじゃん。胃の中に何か入れると俺パフォーマンス落ちるのがよく分かった。試合当日食わない俺。これダメだ。あの、飯食った日はね、あの、体調悪い。感じるよ。試合の日はダメだな、食ったら。夕方なんだよな、試合調整かけていかないと。だんだん自分の体が分かってきた。エクスパントさん感じるよね、まだ分からなくもないよね。感じるよ、大丈夫だよ、感じるよ。すげえ。ここ最近タイム悪いな。29分とか30分とか28分台で走れてない。ちょっと焦るね。体が全然重たい。ドシンドシン、2キロぐらいの重りつけてる感じ。今日確かに、でも朝起きた時、ダメ、もう5時間、4時間開けてて、これがもう要は入れたらダメだね。4時間空けても重い。空っぽが一番早い、俺は。空っぽが軽い。胃の中に入れた日はね、ダメ。いや、物理的に重いんだよ、本当に。エクスパンドさん、不動産のテリトリーとかあるに決まってるよね。本さん4時間か。4時間でも重い。それ感じる。今日重いなって。で、軽いなっていう日は絶対朝飯食ってない日、コーヒーだけとか、その水分だけ。いや、まだね、練習続くんだ。 ここダッシュ、今日花火一発もらったから、あの、今からダッシュ1本と腹筋100回、それで終わり。その後カフェタイムしよう。いや、今日良くないな。流れ変えたいね、流れ変えたい。は無理だもんね、食べてすぐは絶対ダメ。運動は吐く、要はうんこ出さないとダメ、要は消化がしないとダメ。このコーヒー美味しいんだよな。さん、わかる。エクスパントさん、不動産系のマンションとかあるラジオ、それは成功者しか話さないでしょう。成功者なんかクソくらいだよ。俺は成功者なんかクソくらいだ。俺はアーティストだから。じゃあ走ります。みすけさんから一発いただいた分です。よろしくお願いします。お疲れ様です。じゃあ腹筋やりましょう。エクスパントさん、街路樹の間隔とか都市計画都市ルール。御堂筋線開放エネルギーが出てんだ、大阪は。御堂筋線開放エネルギーって聞いたことない。なんだよそれ、御堂筋線開放エネルギーって。エクスパンドさん、様々な知識が溢れ
ている君に必ず。御堂筋線解放エネルギーはかっこいいな。エクスパンド3南を解放したいらしい今。面白いね。お腹はそうだね、ちょっとパン1個ぐらいは大丈夫なのかな。その辺だよね。前の日は食べるけど、前の日もでも大盛りとかは食べない。あっさり 夜食べる。前の日の朝はがっつり食べていいけど、ダメ。夜中に重いの食べると、昨日ラーメン結構重めに食べたから、それも残ってるんだと思うんだよね。バツ2何？御堂筋線解放エネルギーを感じてないの？ダメだよ、バツ2。御堂筋線解放エネルギーを感じながら生きようよ。ビンビン来るでしょ。ダメだな。なんでこんな寒いのに汗びちゃびちゃに出るんだろう。このスーツすごいんだよ。これミースケからもらったやつ。薄いのに耐熱性っていうのかな、体の中もうサウナみたいに熱くなるんだよね。すごいよこれ。これは痩せる。いや、ボクサーすごいよな。10キロとか毎日走るんだもんな。これの倍走るんだよ。しかもこの後激しい練習だよ。毎日やるんだよ。4、5時間。ちょっと夕方の試合でシュミレートしておかないとね。今から戦いは始まってるから。試合当日こんな体調だったら負けてるよ。今日これ試合だったら負けてた。これはダメだ、不節制だね。今日はもう完全にダメだって思ったもん。こんなんで試合臨んだら失礼になるお客さんに。12キロ毎日えぐ。12キロ、あれだってあのカズンさんは20キロだって。毎日20キロだって。いや、えぐいね。さすがプロボクサー、やっぱ10キロ以上走るんだ。やっぱ5キロでこんなんなるのに。しかもそれをその後練習だもんね。ありがとね。有料アイテムもよろしくね。ふわこもんじょもよろしく。すげえなプロは。で終わりだ。ちょっと食い物も考えよう。原発はやばい。いや疲れた。ダメだよ、無料アイテムは俺の収入にならないから。応援してくれる人は100円でもいいから有料アイテムちょうだい。俺も生活かかってっからさ。20の時もありますが、密の濃い走りが12キロ。なるほどなるほど、収集だよね。だらだら走っても意味ないもんね。すげえな。いや、それだけでリスペクトだ。あ、日雇いさんありがとう。いや、もういいわ、あなたは。ジョニコさんも来なくていいや、俺の枠。ちょっと、いい付き合いはできないわ、あなたとは。ごめんね。他行って。絡みたくねえわ。多分ね、炭水化物少し入れないとね。じゃあやるか。
よし、行くぞ。エクスパンド3ハイタッチトランスのグループを確認している。そういうドラの集まりやで、わら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 。3セット目。アナさん、格闘技のセンスないよ、オタク。俺格闘家じゃない。松にアットビッグさん、ヒーライとトレーニング取り入れた方が良いかも。ヒットトレーニングってなんだろう。ヒットトレーニングってなんだろう。ミットとかサンドバッグとか。エクスパンドさん、まだ新刊爆発してるね。音に入れてみなよ。ジム通いたいけど金なくて、それどころじゃないよ。今回はもう基礎体力上げて、ドレさんの練習会とかで教えてもらうしかないかな。とりあえずドレさんからは最後の2ヶ月でいいって言われてて。松にアットビッグさん、いや、サーキット的なね。サーキット的なのね。エクスパンド3爆発しまくってる。ワド地区、ワド区域、ワド地域。もうテクニックは捨てて、根性と用意ドンと、もう最後に叩き込むから基礎的なやつって言われた。とりあえず基礎体力をバチバチ上げとけって言われた。走って腹筋やって、走ってっていう。もうそれだけやっときゃ勝てるからって。素人同士だからって。テクニックはいらないって。要は体作っとけって。半年間で覚えた技術なんか試合で出ねえよ。エクスパンドさん、大阪は俺のエネルギーに支配されてるとか、東京事情、本当の東京事情めちゃくちゃあるから見える俺には。今日腹筋全然いけるな。腹筋多めにやろうか。ダッシュ、あれだったから。もうワンセットで本来100なんだけど、もうちょい行くわ。今日腹筋追い込むわ。腹筋は調子いい。
窓地域窓区域窓地区に続けろ。エクスパンド3ありえない音でまくるで。エクスパンド3必ず変わる。ポンさんいいねを20個プレゼントしました。アイテムありがとう。ポンさんバーガーを2個プレゼントしました。ポンさんハートを2個プレゼントしました。エクスパンドさん東京エネルギー事情めちゃくちゃえぐいねんわら。ここは消費の街だからね、生産の街じゃないからね。よし、じゃあもうワンセット追加します。エクスパンドさん東京めちゃくちゃえぐい WW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 
メトロ地下鉄内さんはどつ。どつ。なんだ、窓にはキャッチされるんだ。エクスパンドさん、ああ。よし、もう20。ファミコンソフトさん勝てよ、ワド。うい。気の毒だけど、わら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 。お疲れ、みんな。お疲れ。エクスパンドさん、マジで、ブロリー地域。復帰をちょっと40追加した。今日は。お疲れ様です。ああでも気持ちいいな。体の毒が抜けてスッキリした。体の毒が抜けて、いや、ベッドに足かけて、冷蔵庫に足引っ掛けて、そこでクランチっていう腹筋やってますね。本当は人に持ってもらうんだけど、パートナーがいないから俺今クランチって言って、細かいやつね。クックックって早く動かすやつ。あ、みんなが想像するやつ。腰痛めるから、あれは。グイーって開けるやつね。あれはダメなんだって。こう、斜めに床つけないで、こう、グッ、グッ、グッって、こう、ここで止めんの。グッ、グッって、起き上がらないで、
この40つくかつかないかでこうクックックックって開けるやつ。そう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 、クランチだっけな、なんか教えてくれたんだよね、これだと腰痛めないし腹筋負荷がかかるからって、いいよって。その人は体鍛えてる人だから間違いないから。今日は土曜日か、みんな休みかな。
無理しないでって無理してるよ。オタクだよ。生粋のニートだよこっちは。なんだろうな。なんだろう。豚にライオンになれって言われてるような感覚だよね。家畜の豚に、お前はライオンだ。お前はライオンに生まれ変われ。なれるかな、ライオンに。サクッと買ってサクッと終わりにしようね。格闘技ラスト。サクッと買ってサクッと終わり。勝ち逃げしよう。勝ち逃げ。豚からライオンへ。豚はライオンになれるのかって。シャワー浴びたらシルバー作ろうかな。俺は大人は、人間は本気になれば何にでもなれると俺は本気で思ってる。人間は何にでも なりたい自分になれると俺は本気で思ってるけどね。わかんない、嘘かもしれないし本当かもしれないけど俺はそう信じてるよ。なりたい自分になれると、なりたい自分になるための戦いだから。で、下脱すると。カルマから抜け出すっていう。ゲームクリアしたら。で、サボったらもう一回やり直し。100点取れなくて、自分に納得できない生き方したら、神様は罰ゲーム。もう一回、始末高松、0歳からやり直し。何回も何回も繰り返す。100点取れるまで。神様は意地悪だからね。そう、なりたい自分っていうか、そう、あの、俺が思ってるのは、世の中からお金っていう概念がなくなった時に、お金っていう概念がなかったらやりたいと思うこと何って。それが本当に今やるべきこと。そう、お金があるからできない、お金がないからできないとかじゃなくて、やりたいことをやるために生まれてきたから。お金が、お金っていう存在が世の中から消えた時に、やりたいことを今やるべきことだよね。俺らには時間がないから。人生は一瞬だからね。すぐ終わる。パーって終わりだよ。次の世代、次の世代って。俺はもうこの人生やり直したくない。
っかり飲むぞ。KP。もう俺は今回限りでこのゲームは抜け出すよ。神様の意地悪ゲームから抜け出すんだ。セフレが欲しいな。山手通りで走ってた今日山手通りで黒い服着てた。どの辺、坂上あたり、落合、ゆいかいかいさん、あれなんだ、この辺なんだ。宮下の交差点、あー、はいはいはい、俺のランニングルート。声かけてくれればよかったのに、配信中だったから。ワドーっつって死ねーって言えばよかったのに。ワドー死ねーって言えばよかったのに。盛り上がったのに。そういう時にはネタ投下してよ。お疲れ。宮下の交差点ね。生和道。いつもあそこ走ってんの、あの中野坂上から、あの、平井か、え、中井だっけ、中井まで走って中井から折り返してんの。俺が西新宿5丁目だからね。誰かが見てるんだね。すぐ分かった。いや、結構あそ こ高低差激しいよね。俺いつも説明してんだけど、ちょうど5キロなんだけど、下りも上りもすごい、アップダウンめちゃめちゃ激しいよね。目立った？すぐ分かった？お、ワドーだって。やっぱ金髪、ヒゲ金髪だから目立つのかな。まあ、携帯持ってね、喋ってるからね。それは目立つか。引きの画面でなかなか見ないもんね。カメラこうやって走ってるんだよ。みんなはね、こっち側から映る画面しか見ないからね。こうやって走って、はぁはぁ言ってんだもんね。うん。黄色っぽかった？うん。実際生で見るのちょっと違うよね。やっぱこの狭いフレームでさ、色合いとかもカメラの性能によるし、ライトが変わったらこうやって光の加減も変わるしさ。生で見た方が。スマホ手に持つしかないもん。だから聖火ランナーだよ。肩痛いんだよ。こうやって走るから。
ポケットにバッテリーも重たいの入れてるし、こんなのこれも外して走ったらもっと速く走れるよ、モバイルバッテリーも。朝方捨て頃で配信やってる時、朝方は走ってるよ。スタミナよりも肺活量だね。スタミナはついてきたんだけど、肺が持たない。だから、あれに変えてるね、半分。今。もう、試合な、2ヶ月ぐらい前からは完全に変えるけど、なんだっけ、プルームテックに変えてるね。今はまだ、もうちょいこれ吸わせて。これだけが俺の癒しだから。彼女に振られ、配信は落ち目。これしか俺の安らぎない。車からだったんだ。車からだったんだ。そっかそっか。叫んで。よりめーって叫んで。ハゲーって叫んで。こんにちは。窓へ送る。だから世界はつながってるんだなって本当に思うときは、ワードを見たよって言われたときだよね。あ、リスナーさんって本当に実在するんだって。声かけられるとやっと実感するよね。だってそれまではさ、俺はコメントってさ、サムネイル、画像とさ、文字情報しかないから、本当にみんな生きてるかどうかわかんないからね。本当にみんなっているんだと思う。本当にここに63人いるんだなって。トラックのうんちゃんとか、仕事中の主婦とか、子育てしてるママとか、学生とか、引きこもりとか、ニートとか、いろいろいる。バカありがとう、うん、はい、こんにちは。セフレ3人は欲しいな。走った後、捨て頃で買って可愛いお姉ちゃん、可愛いお姉ちゃんのセフレ作ろう。セフレ3人作るから。パコ監督になる。パコ監督に。お小遣いくれるセフレだったらいいんだけどね。お金持ちのセフレがいいね。いや、走るとむくみ取れるよ、やっぱ。あ、変わってない、変わってない。プリンセスガーデン、羽衣湯のところだから、全然変わってないよ。物が増えたからね、部屋が違うように見えるけど。うん。そうそうそう。USC のマクレガー、スーパースターじゃん。この辺最近物騒そう。そんなに家から出ないから分かんないかな。物騒なの最近。そんな感じしないけど。
そうかな。そうね、もう引き返せない。あ、この前さ、あの小学校に行ったんだよ。で、その撮影の仕事でロケ地が小学校だったんだけど、小学校入って2年生とか3年生とかちっちゃいちっちゃい子が給食の時間だったの。給食食べてたの。キンコンカンコンって俺泣きそうになっちゃったよ。あのね、お母さんとかさ、お父さんが授業参観で泣くでしょ、卒業式とか。あれね、違うんだよ。あの子供の成長に泣く部分は最終的なトリガーなんだけど、自分の幼少期の体験を思い出すの。その子供たちの絵とか習字とか、後ろに貼られてる習字とか下駄箱の匂いとか、子供がキャッキャキャッキャ何も考えないで楽しそうにして、いやもうぐーってこみ上げてくるの。すごいよ、素晴らしい体験だった。本当に泣きそうになった。思い出した何かを。それ体感だから言葉ではみんなには伝わらないかもしれないけど、ズドンってくるのよ。学校に入ってその子供たちがファーってランドセル持って走ってるのを見て、うわーこいつらの今これが俺にもあったんだと思うと。子供たちがさ、カメラクルーだからさ、テレビだテレビだって騒いでんの。なんでテレビが来たんだっつって、みんなテレビが来たぞっつってフジテレビですかとか聞いてくるのフジテレビではないわと適当に嘘ついてる。YouTube だとか言ってヒカキンさんと友達ですかマブダチだよつって嘘ついてきたわ、小学生に、うん、いいよね、泣けてくるよね。やっぱ学校は聖域だなって思った。学校は聖域だよ。いやー、エクスパンドがさっきから言ってるね。東京は必ず集まるけどね、ここには魔物がいるんだよ。ここは欲望の街なの。魔物がいるよ。みんなの夢を食い潰す何かが住んでるんだよ、モンスターが。取り込まれる、すさんでいくんだみんな。怖い街だよ。間違えるとすぐ闇に引きずり込まれるからね。魔物がいっぱい住んでるから。普通の人間じゃない、人間じゃない何かが潜んでる、モンスターが。
何なんだろうね。なんで奴らは近づいてくるんだろうね。不思議。電波系だよ。でもね、この人のコメントちゃんと見たら心にリンクしてるから。エクスペンドとメルヘン X は同じところコメントなんだけど、この人は悪い人じゃないよ。浅井さんと一緒。俺はわかる。コメントでね、その人がどういう人かわかる。ただぶっ飛んでるだけで、害のある人じゃないよ。いい人だよ。聖者の更新だから。誰かを傷つけようとしてコメント書いてないでしょ。だからいいの。この人は嵐じゃない、唯一嵐じゃない連投を許してるリスナーだから。ちゃんとコメント読めばわかるよ。あのね、コメントでわかるの。悪意を持ってるか、茶化してるか、馬鹿にしてるとか、そういう感情、配信者で特に敏感だから俺は、すぐわかる。小馬鹿にしてるとか、舐め腐ってるとか、マウント取ろうとしてるとか、この人優しい人だなとか、頭のいい人だなって、知的な人だなって、不器用な人だなって。でもこの人はね、俺のこととかね、ここにいる人一切傷つけようとしてない。あれいいよって。もう君だけは連投していいよ、つって。メルヘン X、エクスパンド。こっちがサブアカなんだよ、多分。エクスパンドの方が。俺とエクスパンドだけは会話できてるから。いいの。この子はここに必要な子だから。こんにちは。休憩来たの？うん、ありがとう。いつもありがとう。そんな時間？あ、昼か。エクスパンドはね、俺を助けようと必死なんだよ。俺の力になろうと必死にコメント書いてる。映画俺が撮ってるかどうかなんかお前には何の関係もねえよ。消えろ、ボケ。お前には何の関係もねえわ。絡んでくんじゃねえよ、ゴミが。
人の人生だろ、ほっとけ。ありがとう、ペコポコランド。ありがとう、いつもありがとう。じゃあ俺風呂入ってさ、シルバー今日は作るわ。みんなまた後で。1時間後か30分後かわかんないけど。お疲れ様、みんなありがとね。今日のトレーニング枠でした。お疲れ様です。1時間後に配信再開します。フォローよろしく。お疲れお疲れ。